ヨーロッパと中央アジアで2008年に開催された世界経済フォーラムにおけるゴーイング・ニック・キース・ゴーイングはイギリスのテレビ記者である。カンタベリーのサイモン・ラングトングラマースクールやロンドンのラティマー・アッパースクールを経てブリストル大学で教育を受けた。1978年から異端で外交専門家とプレゼンターを務めゴーイングは1989年から看板番組 チャンネル4ニュースで外交編集者になった。BBC では、シンプソンの世界同様に BBC ワールドニュース、ヨーロッパダイレクト、ハードトーク、デートラインロンドンで司会を務めた。1997年にダイアナ元大使妃が死亡した際には、ゴーイングは7時間を超えて番組を担当し、テレビジョンセンターに戻る前に41.5分だけ睡眠をとったと言われる。 世界で約5億人の視聴者がいる BBC ワールドで彼の伝えたダイアナビメ死亡の速報は初めてテレビとラジオで同時放送された。アメリカ同時多発テロ事件での2001年9月11日の攻撃直後の6時間にわたる報道は2002年のホットガード賞を受賞した王立連合訓行協会の評議員でもある。父は二部作。 独立と戦争抑止、イギリスと原子力エネルギー、1945年から1952年の作者マーガレット・ゴーイング。ロンドンとカンタベリーのグラマースクールを終えると、ブリストル大学でゴーイングは地理学を専攻した。大学時代は地元のラジオ局で働き、ニューカッスルのトムソン地域新聞に就職した。妻ジュディーとの間に子供が二人いて、 西ロンドンに住んでいる。ありがとうございます。